なんか TBS 報道特集の村瀬健介キャスターが信じられない発言をしちゃってるみたい。なんと村瀬キャスター、報道特集の番組内で放送法をめぐる文書について、報道機関は政治的に公平と信頼されることは何より重要と発言してるんだよ。やばくない？完全におまゆうだよね。では詳しい内容を見てみるね。 TBS の村瀬健介キャスターが25日当局系報道特集に出演し、放送法をめぐる文書についての問題で、報道機関は政治的に公平だと信頼されることは何よりも重要とコメントした。村瀬氏は、あるニュースが政治的に公平かどうかを判断するのは誰かという問題が印象に残ったと説明。大工氏は、その判断は政治家にはできないと強調していたという。政治家の判断はそれ自体が政治性を帯びていて、その結果その判断は政治的に偏っていると見られているからという理由だった。続けて、私たち報道機関にとってですね、政治的に公平だと信頼されることは何よりも重要なことで、そのためには政治家、特に政権の影響を受けずに自らを律することが私は重要だと思いましたと結んだ。もうめちゃくちゃだよね。だって政治的公平性が無視で、日々連日偏向報道ばかりやってる左に偏った番組が政治的公平性を訴えてるんだもん。どの口が言ってんのって話だよね。ネットでも、よりによって報道特集で政治的公平性ってわらわら、よくもまあ抜け抜けと、どの口が言うんだい。それはひょっとしてギャグとして言っているのかい。公平なのか。なら高市の言い分も切り取り変更せずに放送しろよ。悪びれずにこんな言葉をスラスラ発せられるってすごいよな。何も変わらないんだろうな。これくらい面の皮が厚かったら悩みも迷いもなく生きてられそうだよな。どこのテレビ局がおっしゃってるんでしょうか。 TBS は特にひどいからな。すごいね TBS って。鏡見ろやわら。報道特集はとりわけ偏ってるよね。やたら少数派より。自分たちが変更番組って自覚ないんだな。ほんとどうしようもねえわ。開いた口が塞がらないわ。まるでサイコパスの発言だな。自分たちの異常さに全く自覚がなく他人事のようだわら。本当に悪人は自分が悪人だと気づかない。我々が行う偏向報道はいい偏向報道ですと言いたいの。どこまでも愚かでどしがたい連中だ。今まで公平な政治をしたことあったっけ。メディアはゴミくず、恥を知れなどと呆れと怒りの声が殺到してるみたい。 TBS って本当にヤバいと思う。だってこの報道特集にしろサンデーモーニングにしろ、どちらも極左番組の代表みたいな番組でしょ。そのどちらもが TBS なんだもん。それにネットの声の指摘するように公平性を訴えるのであれば、高市大臣の言い分も切り取り変更せずにしっかりと放送すべきだよ。今回の報道特集で取り上げられた放送法をめぐる文書についての問題もがっつり変更報道されていたからね。ほんと異常としか言いようがないよ。まあメディアは異常というイメージは周知の事実となりつつあるからね。今回の傍若無人な発言も結局はそのうち自分たちに跳ね返ってくるだけ。そうやってメディアは自滅すればいいんだよ。ほんとメディアの存在は害悪でしかないと思う。特に TBS は